こんばんは、こんにちは、おはようございます、おやすみなさい。趣味瞑想中です。せーの、ドン。とうとう腹筋ローラー買ってみました。結構前に健康診断でとうとうやべえ数値っていうかやべえ結果が出たんで、筋トレしますとか言ってたんですけど、一応懸垂は1回もできなかったところから今4回ほどできるようになってきたんですけど、なんて言うやろ胸の肉はちょっとこう程よい感じについてきたんですけど、お腹が全然へっこまなくて、こうなんていうんやろ、鏡に映ってる自分の姿を見るとタヌキのあの焼き物みたいにして胸出てる、お腹出てるみたいな感じで、もう極端に言うたら以前より太ってるように見えるんですよね。なんでちょっとお腹を鍛えるために買ってみました。どんなことになるやらちょっとお楽しみではあるんですけど、ちょっとね、夜勤の間にね腹筋しようぜって言って、あの腹筋ローラーを夜勤の時に、夜勤中にできるように家から持ってきてくれた人がいたんですけど、ちょっとねさすがにそれを使わせてもらうのは悪いかなと思ったんで、開封してみるとこんな感じでした。高難で1000円でお釣りがあるぐらいの値段やったかな。なんでちょっと買ってみたんですけどね。感じ、音もせえへんやんか。あ、でもなんかやっぱり精度悪い、すごいグラグラする。こんなもん。でもこれが多分まっすぐできるようになったら、あの筋肉が発達してきてるって証拠になるのかな。なんでちょっとこれからやっていきたいと思います。おお、なるほど。ちょっとこれはあれやね、世に言う立ちこぎはできひんけど、いきなりは膝ついてやっていきたいと思います。なんでちょっとこのまま筋トレ続けてかっこええ体型になったりしたら、そのまま進捗をご報告させていただきたいと思います。ちょっと中途半端な動きで止めてるけどしんどくなって、いやで、この辺でやめたいと思います。筋トレの続きが気になったりした方がおられればチャンネル登録よろしくお願いします。本当に最近570って数字から全然変わってなくて、知り合いからもお前のチャンネル登録の数の報告は570から進まないのかって言われてるんで、ご協力のほどよろしくお願いします。筋トレ頑張りますんで、本当応援よろしくお願いします。それでは本当に失礼します。